フランス人のソムリエのステファン・ダントンさん。日本茶に魅せられ、その魅力を世界に発信しようと、全く新しい形のお茶を生み出しました。東京・日本橋に日本茶の専門店を構えるステファンさん。この店では日本茶に果物の皮や花びらなどを調合した独自の茶葉を販売しています。この日店を訪れたのは海外の旅行関係者です。It's so unbelievable. It changed my mindset in drinking and preparing tea. It was very creative, very, very, very good. I think you have to be creative in what you do. You have to keep your traditions, but also innovate. So that's why I like what he does. ステファンさんはフランス・リヨン出身。1992年に来日し、日本茶の奥深さに魅了されました。まあ、非常にですね、日本茶ってですね、ワインと合ってますね、似てますね。特にですね、日本でね、南から北の方ですね、いろんな産地があってて、産地によってですね、必ずね、その味が変わってくるんですよ。そういうところですね、もう本当にすごいワインに似てますね。それが非常にですね、面白い。だから私はもうこれからそういう日本茶と呼ばれるものは、まあ、多分ですね、ヨーロッパとかアメリカとか相手の得してもらいながら、まあ、広げるじゃないかなと。一方で欧米人にとっては苦味のイメージが強い日本茶、馴染みがないため素材が持つ甘みや香りを理解するのが難しいと話します。海外で広く受け入れられるため新しいアプローチはないかと模索する中、初めて飲む人でも口にしやすいようにと香りを加えるアイデアを考えました。深く考えるとワインと一緒でしょう。やっぱりワインっていうとチーンするとまず色が良ければ花にもてくる。やっぱりその色と香りが良ければ必ず飲んでみたい。店には日本茶に興味を持った海外からの旅行者のほか、マーケットを広げるヒントを得たいとお茶どころの自治体や企業の関係者も視察に訪れます。いやー、びっくりしましたね。さらにその可能性を広げたっていうのはすごいなと思ってますね。で、実際美味しかったですしね。消費者も少なくなってると、そういった点ではその国内ばかりに頼るんじゃなくて、その海外向けに輸出できるような生産をいかにしていくかっていうところだと思いますよね。あとはその積極的に出ていく姿勢ですね。外に向けて出ていく姿勢。新しい日本茶のあり方を発信し続けるステファンさん。今年秋には海外1号店としてシンガポールに路面店を開く予定です。お茶の畑というのは宝、ワイン畑と同じ。日本のものって日本しか取れないんだって。それが素晴らしいだよ。まあ私は例えばそのフレーバーのおかげでもう確かにまたそういうお茶のね、お茶のことも広げられるじゃないかなと気がするけど、ただこの難しい道は少しずつ毎年毎年やるのおかげで、なんかその可能性感じてるわけよ。もう本当にたまらない。私の仕事たまらん。楽しくてしょうがない。